どうも、オリックスを語るチャンネルでございます。今回は、支配下枠問題についてお話をしていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ということでございまして、まあ、日本シリーズも終わりまして、他球団での、戦力外も、終わりました。まあ、日本シリーズの次の日までが戦力外期間ということで、特に日本シリーズでぶつかり合ったチームはですね、ラスト1日に発表するっていうふうな動きが、例年のことなんですけども、今年も、同様になりました。前回はオリックスがね、第二次戦力外なしということで、支配下枠どうなんのかっていう話なんですけど、今回は他球団で面白そうな選手がいるけども、支配下枠的にどうなんだってお話をさせていただこうかなというふうに思います。で、まず、ね、ソフトバンクが、戦力外を発表して終了ということで、まあ、改めてですね、獲得したいのにできない、他球団戦力外最終版という形でメインでお話をしますが、もちろん付随していろんな話もさせていただきます。その中でソフトバンクは支配下7名に対して通告をしたんですけど、うち2名に関しては、契約そのものをしない。そして、うち5名に関しては育成打診をしているということで、その中でも風間投手、ドライチですね。はい。そして、田上投手、河原田選手、ここに関しては、非常に前向きなコメントでした。支配下をもう一回取り返すであったりとか、残してもらえるだけで嬉しい、ありがたいというふうなコメントが出ております。その中でですね、ソフトバンクから注目の選手が他の2名というふうになるんですが、まず一人が中田選手でございます。はい、育成30シーランというふうに言われていてですね、非常に今注目をされていた、選手でございますが、右投げ、両打ちの、選手でございまして、セカンドが、まあ、メインの選手になるんですけど、他はサードと、そしてレフトをね、守ったりはしておりました。ここですね、ちょっとまあ注目というか、中田選手に対してちょっと獲得してえなという人もいるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、右投げ両打ちなんですね。2021年育成14位という、まああまり見たことない、はい、ドラフト順位でございますけれども、はい、になっております。で、まあ、水谷選手と、ちょっとこう、同じ育成の野手というところで比較をさせてもらったんですけど、移籍前の選手、成績がですね、83試合に出場して、まあ、2割5分9厘、そして OPS が725っていう風な、まあ、成績に、なってるんですけども、はい、実際中田選手、今シーズンは24試合で、打率2割1分4厘、OPS 481ということで、まあ、これをどう思うのか、ホームランなしっていう風な、成績にはなってるんですけど。で、水谷選手は、これもちろん育成だったんでね、2軍の、試合だったんですけど、83試合2割5分9厘っていう話なんですが、はい、これまでの2軍成績ということで、今年ですね、なんと24試合ながら、打率4割超えてます。OPS も908ということで、無双してるんですよね。圧倒的な成績を出してると。いうことで、支配下を勝ち取ったわけなんですけども、1軍ではね、なかなか苦戦をしているというふうな状況でございます。それ以降の2年はですね、2軍で中心に、まあ、過ごしてきたような、まあ、選手に、なるんですけれども、他球団で、やっぱり本人としては支配下を望んでいるということで、正直その死に物狂いで、勝ち取って、またソフトバンクの2軍でやるっていうのは、もう気持ち的に厳しいということで、他球団からのオファーを待ちたいとはっきり言ってるんですよね。なので、まあ、セカンドとかね、まあ、センターラインもそしてサードとか、外野とかね、結構やっぱこう足りてない、選手とか、ちょっとやっぱサブの面々で物足りないというチームは全然あると思うので、まあ、十分支配下の線っていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思いますし、年齢も25歳なんでね、これから、3、4年かけて、伸びていく、時期かなというふうに思うんですけども。まあソフトバンクファンとしてはかなり惜しいという声が結構多いそうですね。ソフトバンク地元メディアとか見ていくと、特にやっぱり去年とかですか、和田さんがですね、一目置いていたということで、はい、這い上がりたいという気持ちが見えるのは中田選手ぐらいだというふうに言っていて、他ですね、もう本当に50人ぐらいいる中で、もう全然その同じソフトバンクのユニフォームを1軍、2軍、3軍ともに着てるということで、まあこう、バイタリティみたいなものがないんじゃないかと、ハングリーみたいなところがね。で、自分は、まあマイナーの時に非常にこう悔しい思いをしたっていうとか、メジャーのユニフォーム着たいなというふうに思っていたということで、まあユニフォーム変えた方がええんちゃうかと。いうふうに言ってるんですね。千賀さんもなんかそこはなんかコメント出したりはしてましたけど。はい。まあその中で、そんなもうヘルメットもボコボコになるぐらいの、選手をですね、切ってしまったということで、非常にこう、なんていうんですか、惜しいというか、寂しいみたいなことを言ってる人も非常に多かったんですよね。はい。で、他球団ファンだったらね、西武に来てくださいとか、西宮を救わないかみたいなことも言われてるんですけど、じゃあ実際こうオリックスありなんかっていう話なんですけど、セカンドサードですね、結構渋滞気味なんですよね。
はい。これからどんな、こう、戦力整理をされていくのかわからないですけども、特に絶対的なレギュラーは今欲しい。レギュラー候補みたいなところは欲しいんですけども。まあ、サブにもちょっとこう、渋滞気味というか、育成選手含めてですね。で、右打ちだろうが、左打ちだろうがっていうところですけれども、まあ、二塁三塁だと、若手だったりとか、下が一軍にね、まあ、いるような選手っていうふうなカフェに書いてますし、で、あと、大里選手と被るんですよね。大里選手は一軍で2割5分8厘ホームラン2発っていうことですけど、大里選手の方が、まあ、いい成績を残してるっていうふうにことを考えるとですね、ちょっとオリックスとしてはないんじゃないかなっていうふうに思います。で、両翼見ていっても、やっぱ大渋滞ですね。若手もそうですし、外野もそうですし、特に、やっぱ、現池田、杉沢、渡辺、茶野と、いうところは、よりちょっと渋滞してしまうのかなというふうに思うので、1軍、2軍ともにちょっとまあ渋滞気味なので、ただでさえ、支配下がカツカツなのに、66枠ですから、おそらく外国人補強全部終わるとね。なので、ちょっと残り4枠、育成選手もたくさんいる中でってことを考えるとちょっとないんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってますということですね。そして、2人目が三浦瑞稀投手でございまして、これもソフトバンクでございますが、同じ年齢25歳ということで、左ピッチャーでございます。ポジションリリーフということで、盛岡大付属から、東北福祉大学ということで、もうがっつり東北の、ま、選手になるんですけど、はい、ムクノキ投手、大里選手とは同級生でございます。まあ、東北福祉大学最近めっちゃ多いから、他にも入山投手とか杉沢選手は、一個下の後輩に該当すると、いうことになるんですが、2022年、育成4位と。いうことでございまして。まあ、この辺はね、かなり結構浅い順位で指名されてますが、なんと、今年、ウエスタンで、最優秀防御率を、獲得をしております。はい。ただ、今後はですね、ちょっとまあ、はっきり即答でありがとうございますとは言えなかったそうで、正直なんで俺ってなったそうですね。今年が一番いいという気持ちがあった中で、自分の中では正直納得できていないっていうことの話なんですけど、やっぱどの球団もそうですけどね。支配下に上がるということは、当然ですけど戦力外というところの結果も待ち受けてるわけで、特に、ね、育成から上がってきてすぐこう、育成打診される選手っていうのは毎年多いので、オリックスだけじゃないんだなって改めて感じましたけど、今シーズンは5試合で防御率 0.00、2軍では15試合で 1.50 というふうな成績にはなっております。で、ここに関してもオリックスにありなのかという話なんですけども、はい。ぶっちゃけですね、左ピッチャーだいぶ枯渇してますよ。めっちゃ枯渇してます。足りないです。数的には別にプロスペクトも、先発はね、1軍の先発ぐらいですよ。宮城、田地、曽谷って言いますけども、はい、プロスペクトもリリーフも枯渇してますけども、例えば DeNA の石川投手とかもそうですし、阪神の岩田投手とかもう古虫でしょ。で、左ピッチャーノブと富山投手だけなんですけど、まあ相変わらずオリックスは左右のこだわりはなしというか、別に左だから取るというよりかは、いいピッチャーがいて取ったら左だったっていう風な順番だと思うので、ここに関してはあんま意識をしてないのかなというところでいくと、今年もね、助っ人外国人左ピッチャーいなかったので、あるとしても助っ人での獲得になるんじゃないかなっていうふうには思ってますし、三浦投手行くんやったら DeNA の石川投手絶対行けやっていうふうに思うので、やっぱ枠的な問題でちょっと厳しいのかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、改めてね、ソフトバンクの注目選手についてお話をさせていただきましたが、その他の他球団の選手ということで、ずらーっと、最新バーということで6名、セリーグ3球団からの、構想外の選手出させていただきましたけれども、まあ、これといった選手は、皆さん的にはいますかね。正直、ここから戦力外の獲得は、まあ、あまり、ないんじゃないかなっていうふうに思います。報道もされてないと思いますので、あるとするならば阪神のね、遠藤選手検討してるっていう話ですけど、これぐらいかなというふうに思うので、中田選手といえばちょっと被ってしまうのかなと、思いますから、個人的にはないのかなというところで締めくくらせていただきます。ありがとうございます。